Peggy's 16. 今回のですね「レジデント・イービル・リベレーションズは」は任天堂 t e ー d 3 d s 用に制作した完全オリジナルの新規タイトルとなりますこの物語は時代が2005年を舞台にしています2005年といいますとレジデント・イーヴル4とレジデント・イーヴル5の間にあたるんですねでですね今回のストーリーはそのレジデント・イーヴル5の前日段にあたるストーリーになります今回の舞台はですね地中海洋上を漂流する豪華客船 もはや幽霊船になってしまっている豪華客船が主な舞台になりますそのほかにもですねトレーラーにも出てきていますけれども雪山であるとかさまざまなステージが舞台となってゲームが進行していきます今回のステージを豪華客船にしたのはやはり豪華客船船ですから この船が持っているる閉塞感であるとか、さらに言うとですね、その船の外に出てみても大海原が広がっていてすごく孤立した環境なんですね。この孤立であるとか閉塞感っていうのが不安を生んでそれが恐怖に結びつくと思ったので今回は豪華客船をメインのステージに選びました。 今回のストーリーはですねチャプター形式となっていまして、えー、非常に短いスパンで、えー、多くの盛り上がりがあるようなストーリーなんですねこの盛り上がりの、えー、スパンというか感覚、えー、がですね非常に計算され尽くしていますので遊んでいてもしかするとあれもう次のチャプターみたいな感じの イメージがあるかもしれないですけど実際に時計を見てください、きっと長い、すごい長い時間遊んでいると思います、それぐらいボリュームがあって面白いストーリーだということをお約束します。 ストーリーリを構築するにあたって私たちは佐藤大さんという外部の優秀なシナリオライターに協力を求めました彼はですね非常にさまざまな皆さんご存知の作品を手掛けられている優秀なシナリオライターというだけではなくてですね非常にデジデント・イビルが大好きなシナリオライターでして今回お話を持っていた時もですね自分がジルを書くことができるんだってすごく大喜びで仕事を受けてくれましたそそれがですねそのやはり テンンションですかねそのシナリオライターさんのテンションというのが今回のストーリーの良さにつながってるんじゃないかと思っています。チャプター形式にしたとというところに関してはそういうストーリーの描き方を我々がチャレンジしたかったというところであってそれが決してですね携帯機だからチャプター形式にしたというわけではなく。レジデントイビルをレジジデデンントトイイビビルルをとして 作っったまでであって、えー、決して据えー、置き機だからもしくは携帯機だからというところで意識して作ったわけではないと思っています。